北野由里香さんが言ってた、そのやっぱアスリートはルール、決められたルールの中で努力するけど、まあ、ビジネスはそのルールを飛び越えて外に行くことを考えないといけないっていうのは、なんかすごい学びになりました。なんか僕はあの自分の地元に公園を作りたいってずっと思ってるんですよ。公園を子どもたちに作ってあげて、人工芝の公園でもうみんなちっちゃい子どもたちもこう遊べるような公園を作りたいと思ってて、このもうハーフタイムのメンバーで作った公園みたいなとかあったら、もうめっちゃいろんな種目できますみたいなのとか作ったらすごい面白いなっていうの、うん、競輪場は国内に40カ所あるんですけど、子どもたちがそこで自転車に触れられるかってなかなか難しいところでもある。どういうふうに自転車競技者として子どもたちに触れ合って、それのその魅力を知ってもらうかっていうのはすごい課題だと思うんですけど、デュアルキャリア、セカンドキャリアに少しでも興味を持ってるあの人たちは、あの こういう講義を受けることによって本当に人生変わると思いますし、自分が経験したように本当に多種多様な競技種目の方に出会えるっていうのは、こんな素敵な場はないと思うので、少しでも興味があるんであればぜひ飛び込んできてほしいと思いますし、また新たな自分が必ず見つかると思うので、ぜひ参加してもらいたいなと思います。いろんな競技の人と出会うきっかけにもなりますし、まあ、そのキャリア中の成長にもなると思う。ただの学びの場じゃなくて、すごい競技の結果もにもつながる経験ができると思います。